こんにちは、シーバードです。本日も僭越ながらヒデさんの楽曲を弾かせていただこうと思います。よろしくお願いします。今日はエバーフリーを弾く前に予習ということで、動画を撮らせていただいております。ですね、エバーフリーを弾いてみよう動画をアップしようと思ってるんですけれども、カッティングが結構重要になってくるので、でヒデさんの楽曲の中で今まであんまりそういったカッティングする曲がなかったので、一旦ちょっと基礎練といいますか、こういう練習をしてからエヴァフリーに入った方が、ノリよく弾けるようになりますよっていうところでのちょっと予習動画になります。まずこれをやってエヴァフリーに挑戦して見てください。で音は、クランチです。クランチとディストーションの2本のギターを重ねてるんですけれども、今回はちょっとクランチの音での練習をさせていただきたいと思います。まずカッティングの練習なんですけれども、今回、体では16、まあ、4だったりこれ8なんですけれども、基本的にはその8の倍、この16を常に、感じながらエヴァフリーを弾くとすごくノリが変わってきます。例えば8で弾くと、ちょっとこうぼやーんというかふわっとした感じになるんですけれども、この16のこのカッティングが入ることによってすごく、リズミカルというか、みたいな感じで全然、雰囲気がガラッと変わってきて、で隙間のところで。こういう16のカッティングが入ることによって、まあ、グルーヴ感というかこう縦乗り感というかスピード感みたいなものができてくるので、まず体内の中では16を常に意識をして、このスピードですねとかではなくっていうのの練習をしていきたいと思います。ドンカマというか、メトロノームを使ってやる練習が一番いいと思います。実際、170後半のスピードになるんですけれども、140ぐらいのから最初練習して、まずは8まずはこの8のリズムをしっかりとリズムよく、まあ、テンポ通りにできるようになって、で次は。頭だけ16に、まあ、地味ですけれどもこれをずっと繰り返す感じですね。で、チャカチャカの時は手首をこういう風な感じで、こうですね、こうやるとそれでも大丈夫なんですけど、なかなかちょっとスピード上がってくると追いつけないので、どっちかというとこういうピックをこう持って、
4ですね。まあ地味ですけれども、これを繰り返してやって、これがまあちょっと身についてきたなってなると、今度は逆に後ろの方を16に。みたいな感じでやっていきます。で、これは、まあ、身に染みてくる、来た頃にまたちょっとテンポを上げて、みたいな感じで練習をしていってみてください。あの自分ができるテンポでスタートしてちょっとずつ上げていけばいいと思います。で、これを基礎練を行った後にエバーフリー本編に入っていくと、すごくリズミカルでグルーヴ感のあるカッティングが弾けるようになっていると思いますので、まずはこの基礎トレーニングやってみてください。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。